我を求めよ。信長公、私のことがお分かりですか？これだから金吾さんは。天海様、ちゃんとついてきてね。私はここですよ。慈悲深き天海様を悲しませることまかりならぬ。あれ、天海様、どこにいるの？金吾さんとはぐれてしまいました。ああ、かわいそうな金吾さん。わかっています。私に話があるのです。にゃー、猫だよって喋っちゃった。ガキの真似事にメスの一字を授けん。世の腹に憤りなく、世の瀬名に喜びなし。そう、私とあなたの再会の場所、どうぞこちらへ。さあ。こんなことになるなら来なかったよ。戦など所詮単なる椿狩り。あの方の念仏はどこか不思議な感じなんだ。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。僕の首をこちらへ。私が弔いましょう。リチリテン。あなたの言いたいことはよくわかりますとも。この私のことを知りたいのでしょう。その通り。
私は天海、誰よりも命の価値を知る者。すでに私とあなたの間に言葉は必要ありません。我が時代にささやきかけし金貨の定期、命知らずには幻を、立花の夢を信じてよいのですね、信長公。あなたが求めた相手は私なのだと。合祭の勝利は未だ遠く、我が安寧の眠りは未だ訪れぬ。慈悲深き者よ、うつつに世の安息はなし。ならば欲界に潜む。